初芝清志、初芝清初芝清,初柴清1967年2月26日隊は、東京都豊島区出身、埼玉県坂戸市育ちの元プロ野球選手、内野手、野球解説者、現社会人野球監督。埼玉に移り住んだ小学4年より野球を始める。2小学籍大附属高校では、2学年時から、エース投手。 三番打者で活躍し、高三夏の東東京大会は惜しくも、準優勝で、甲子園ならず、高校通算30本塁打。同校卒業後は、社会人野球の東芝バフ中に入社、打者に転校し、内野手としてプレーする。都市対抗野球大会に3回出場した。同年のドラフト会議において4位で、ロッテオリオンズ、後の千葉ロッテマリーンズに、契約金4。 300万円、年俸520万円、金額は、推定で入団。入団時の背番号は0であったが、その後東芝府中の先輩、落合博光が、ロッテ時代につけていた背番号6を引き継ぐこととなった。また、応援歌も落合と同じものだった。有藤道代監督の厳しい指導により、苦手にしていた内閣を裁けるようになり、1年目から70試合に、 出場する。この時期に、嘆きのベースができたことで、プロでやっていける自信をつけたという。オープンした、千葉マリンスタジアムのコケラ落としの試合で、球場初本塁打を放つ。三塁一種のレギュラーとして120試合に出場し、打率、265、18本塁打、67打点の成績を残す。2は、第一次、バレンタイン政権の5番打者となる。 同年のパリーグ打点王のタイトルは、ロッテのシーズン最終戦を残した9月27日現在で、初芝79打点、残り1試合、田中幸雄79打点、残り3試合、一郎78打点、残り3試合と、僅差で争っていた。一方、初芝は、初のシーズン3割もかかっていて、9月27日現在で、 302、30 454打数137七安打最終戦で4打数0安打だと3割を切ってしまう。458、打数137七安打打率。2991ため、3割を切る可能性が出た。時点で交代させると、首脳陣から打診されたが、本人は、3割よりタイトルを狙いたいと、この提案を拒んだ。そしてその最終戦では打席し、 457、打数137安打、打率。2997、同年の最終打席になるであろう第4打席は8回、西走者なしで帰ってきた。凡退すれば3割を不意にする上、走者なしのため本塁打でないと打点を上乗せできない状況で、見事にレフトへ25号本塁打、投手、豊田清を打ち1打点を加え80打点で、シーズンを終了。 シーズン3割も確保した458打数138安打打率301最終的に3人が80打点で並びタイトルを分け合うことになったとはいえこのシーズン最終打席の本塁打により選手生活で唯一の打撃タトル打点王を獲得同時にシーズン3割を達成することができた同年は3塁手のベストナインのタイトルを獲得 また同年オフの契約公開で、球団初の一億円プレイヤーとなる。シドニーゴ五輪アジア予選の日本代表に選出され、全日本の四番打者として予選突破に貢献する。10月16日に対オリックス戦、千葉で本塁打を放ったが、他の19段が公式戦を終えていて、対戦相手のオリックスや初芝以外の自軍の選手に本塁打が出なかったため、 20世紀最後の本類らになった。現役晩年、2000年代は成績こそ振るわなかったが、は、代打7打席連続安打、プロ野球記録を達成するなど、代打の切り札として活躍した。9月19日、体力の衰えと若手の対等を理由に、現役引退を表明。9月22日、本拠地最終戦の対ソフトバンク戦で、 引退セレモニーが行われた。その翌日から行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとの3連戦では、レギュラー三塁手の今江俊明が足の張りを訴えたため、引退セレモニー直後でありながら三塁手としてスタメン出場し、あんだも放っている。ソフトバンクとのプレーオフ最終戦では、8回表に代打で出場すると、逆転勝利、チーム優勝につながる。 内野安打を放って、現役最終年で自身初となる、優勝の美を味は、その時のインタビューで感極まった初芝は、みんな一緒だ。ハッピーハッピーだと言ってむせびないた。その後日本シリーズを制覇し、出場することとなった、アジアシリーズは、初芝本人が辞退したため出場しなかった、TBSK で放送された、対抗ノーブルズ戦のゲスト解説を務めた。 なお、日本シリーズ制覇後の縮小会には参加し、これが正式な現役選手としての最後の姿となった。そのため日本シリーズ第2戦の出場を最後に現役を引退するはずだったが、11月5日のパリーグオールスター東西対抗へ、怪我をしているチームメイト、堀光一と福浦和也に代わり出場。8回裏1アウトの場面で代打で登場し、 ショートフライに倒れた。その後、12月3日には、千葉県野球場での軟式の草野球試合でも、引退試合が行われた、初芝の他に、諸角健次、井上淳也同年戦力外となった、沢井良介なども出場。初芝は、選手権監督として出場。三類種の他に二類種や、右翼種、そして九回には、高校時代以来の投手のポジションにもついた。 この時初芝は、野茂秀夫のトルネード投法を真似て投げた。9回にアウト満塁で、初芝に最後の打席が回ってきたが、結果は、ライトフライで試合には敗れた。試合後の挨拶で、スタンドから飛んだ、初芝。やめるな。というやじに、だってもう行っちゃったんもん。しょうがないじゃん。と返し、球場は爆笑に包まれた。 2005年12月にヤフードームで開催された NPP12 球団ジュニアトーナメントでは千葉ロッテマリーンズジュニアの監督を務めた結果は決勝戦でヤクルトスワローズジュニアに敗れ準優勝2006年より千葉テレビ放送日本放送とエルブ2010年から FOX クススポーツジャパン、2013年から野球解説者 三経スポーツ野球評論家2009年までを務める。その傍ら東京式ベースボールクラブの高知県ゼネラルマネージャーを務める。同年7月24日に行われたモルツドリームマッチ2006ではモルツ球団の一員として8番三塁手でフル出場し敵地二塁打を放つなど活躍した。カは千葉県君津市を本拠地とする社会人野球チーム。 カズサマジックのコーチに就任。4シーズンにわたって、チームの指導にあたり、には長く低迷が続いていたチームを、第81回都市対抗野球大、第37回社会人野球日本選手権大会、出場に導き、これを花道に同年限りで退任した。12月1日より、社会人野球のセガサミーの監督に就任した。勝負強い打撃と打力を生かして、 チームの中軸として安定した成績を残した。二桁本塁打は11シーズンに及び、1995年と1998年に記録した25本塁打は、千葉江天後の球団記録としては日本人最多である。左投手に強く、打球方向は左方向が多い。打席では外寄りのストレートを待ちながら変化球に対応し、 相手の決め球をいかに仕留めるかにこだわったという。守備は堅実とは言えなかったが、危なっかしいフライ処理やオーバーのアクションでファンを沸かせた。現役生活の17年間をロッテ一筋で貫き、ミスターロッテ、またはミスターマリーンズと呼ばれる。ポジションは主に三塁手、一塁手、指名打者。オリオンズ時代には二塁を守ることもあった。太った体型に赤長を、メガネ、 1996年から着用、ストッキングをふくらはぎとすねのあたりまで上げる、ルドスタイル、タゴサクスタイルとも呼ばれていたという独特の風貌と、高校球児張りの守備位置までの猛ダッシュを晩年、欠かさず、また勝負強い打撃で、幕張りのファンタジスタと言われた。二初芝橋本高校が甲子園に出場した際に、名前が、身近に感じるという理由で同僚の橋本進むと、 共に、同校に差し入れをしている。またその名字のせいか、遅延が全くなかったが特に、阪神、近鉄ファンから、同校や初芝高校、現役当時、日本ハムには、同校出身の沼田博が在籍していた、南海高野線初芝駅のことをやじられた子があった。趣味は、ヘビメタルを聴くこと。自宅の地下に、専用のカラオケルームまで作ってしまうほどの、 ヘビメタルマニアでヘビメタル専門誌、炎1997年1月号、現在は休館にインタビューが経営されたこともある。同じくメタルマニアの同僚の外国人選手、エリック・ヒルマンとは非常に仲が良かった。千葉マリンスタジアムで行われたサマーソニック例語に際し、東芝 EMI からインタビューを受けている。2005年9月22日の引退セレモニーでは、 メタリカのヒーロー・オブ・ザ・デートの曲が場内にかかり、スタジアムに感動を及んだ。2005年12月放送のラジオ番組、ヘビーメタル・シンジケートでは、年を取れば取るほど、デスメタルにハマっているんですよと発言していた。引退後の2006年12月25日、突然の自由契約選手工事。これは、アマチュア野球の指導者、カズサ・マジックコーチに、 就任の際自由契約の手続きが必要だったため、自身が付けていた背番号6は、球団が推薦する選手が現れるまで2006年から欠番となった。より、MLB から日本プロ野球復帰の井口忠人が着用。井口は2017年に現役を退き、翌2018年に、ロッテの監督就任後も引き続き6番を着用している。 飛行機が大変嫌いであり、現役時代の遠征時は長距離移動で、チームが飛行機で移動する中、チーム本体と離れて鉄道など陸路で移動することが多かったという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。